次に渡辺修君、民主党の渡辺修でございます。与えられた時間の中で、できるだけ、建設的な質問をして、そして、前向きなご答弁をいただきたいと思いますので、ぜひとも予定を終えて簡潔にお答えいただきたいと思います。まず冒頭通告しておりませんけれども、今朝のですね、日本時間の3時50分午前4時前にですね、アメリカのボストンにおきまして、マラソンの大会が行われているゴール近くで、爆弾が炸裂をしたと。でこれは今 FBI が調べておりまして、これはテロの恐れありと、テロ事件ではないか、テロ攻撃ではないかということで FBI は報道によりますと言っているということでございました。2人が死亡して8歳の子供も含まれていると、本当に痛ましい事件でございました。で、110名が負傷して6人が重体だと、最新の報道では伝えられておりますけれども、まあ、この点につきまして現時点で日本政府として何かアメリカから情報を得ているか、そしてまた今後ですね、これテロだとすればですね、どのようにして、特にこの数年、法人が外国において、まあ、今年もそうですけれども、痛ましいこうした事件事故に巻き込まれることが続いております。ぜひ法人に対して注意をどのように喚起していくかと、まず総理の考えがございました。安倍内閣総理大臣。報道によりますと、日本時間の4時、4月16日午前3時50分ごろですね、米国のボストンで開催中のボストンマラソンのゴール付近で2件の爆発があったと、2人が死亡し、多数の死傷者が出たと、負傷者が出たという情報に接しておりますが、これまで法人の被害者が生じたという情報には接しておりません。事案の背景等については今現在不明でございます。オバマ大統領も事実が全て明らかになるまで結論を急ぐべきではない旨の声明を出しているところでございまして、なおこの事案を受けまして我が国においても警察は重要施設の警戒警備や多数人が集まる場所における警備対策などの徹底に当たっているという報告を受けているわけでありますが、安全の確保に万全を期していきたいと思っております。今後とも在外公館を通じるなどしてですね、情報収集に当たってまいります。渡辺修君。ぜひですね、法人の保護に全力を挙げていただきたいと思います。それでは安全保障のテーマにつきまして質問をしたいと思います。今佐藤委員も北朝鮮の現状については触れられまして、危機意識は共有をしております。そこでですね、やはり私も防衛省の副大臣を13ヶ月務めました。その際やはり想定外を想定しておくこと、これがですね、安全保障上どうしてもやっておかなければいけないことである、ということをですね、政権の中で、やはり我々も北朝鮮によるミサイル、この時は人工衛星と称しておりましたけれども、経験をしまして、私も、先島諸島に、本当に、PAC-3 の配備等々、あるいはひょっとしたら不測の事態によってヒドラジンと呼ばれるですね、毒性の強い液体燃料が降ってくるかもしれないということで、万全を期すためのですね、活動をしたわけでございました。自衛隊の皆さんの活動をですね、励まし、自治体の理解を求めて、奔走した記憶がございます。そこでですね、ちょっと大きな話になるんですけれども、今北朝鮮がですね、3月の、5日ご存知の通り、北朝鮮の人民軍の最高司令部のスポークスマン、3月5日の発言でありますけれども、一方的に朝鮮、戦争の朝鮮休戦、協定の効力を完全に、全面白紙化すると、これは3月11日から行うということを、宣言をいたしました。そして3月8日に祖国平和統一委員会というところはですね、南北不可侵に関するすべての合意を全面破棄すると、朝鮮半島非核化に関する共同宣言を完全白紙化するということを宣言しております。で、それ
は今まで北朝鮮が繰り返してきた挑発的言動よりさらにエスカレートした強い文言であるということは、これは政府も我々も認識をしているところでありますが、まあ、その際ですね、ここまで言っておいて朝鮮戦争の今もまだ今年の7月27日で60年になるわけでございます。休戦から長い、今もまだ休戦が続いているという隣国が隣にある、日本の隣にはいまだにですね休戦状態にある国がある、いつでも戦争が再開できる状況に、この指導者の判断以下によって起こりうるというところにいる我々は現実を常に、脅威として感じているわけでありますけれども、このですね朝鮮戦争休戦状態の終結、つまりは戦争再開ですね、これ休戦協定が破棄をされて戦争が再開されるということについては、これは国際法上も含めて、あるいは我が国がどのように判断するかということは大変まずは重要な問題であると思いますけど、いつどのように誰がですねこれは破棄されたと、一方的な北朝鮮の発言によって破棄されたとみなすのか、あるいはその前段階にあるとみなすのか、その点についてはですね、どのように今政府内で認識されてますでしょうか。小野寺防衛大臣。この南北の休戦協定ですが、休戦協定の条項を見ますと、これはどちらか一方で破棄できるという内容ではない形だと思う。渡辺委員も副大臣経験されてよくご存じだと思っております。私どもとしましては現時点で、このような類似の発言がある中で、今外交の対応を通じて、努力をさせていただいていることだと思っておりますが、休戦協定につきましては一方的な、破棄という形で、実は破棄できないというのが協定の内容だと思っております。渡辺修君。そうしますとね、例えばじゃあヨンビョンドの攻撃事件もこれ記憶に新しいわけではありますけれども、このような武力行使が局地的に行われたという場合はですね、今のこの北朝鮮の一連の言動、さらに万が一その局地的な何らかの、まあ、ヨンビョンドに代表されるようなですね武力行使があった場合にはどのように対応しますか。もしその場合ですね、日本政府はアメリカあるいは韓国と含めてどのように判断をして、これはもう休戦協定は破られているというふうに判断することになるのかどうか、その点については何か今検討されてますでしょうか。岸田外務大臣。一般論としましては、この国際憲章の下でこの武力行使は禁止されており、各種の事案が発生する場合、この国連安保理におきまして、この平和に対する脅威ですとか平和の破壊ですとか侵略行為の存在、これを国連の安保理において決定するということになっております。お尋ねのようなこのヨンピョンド砲撃事件のようなこの事案が仮にこの発生した場合はですね、攻撃を受けた当該国をはじめとする関係国、あるいはその関係国の要請を受けて、この開催されるこの安保理において何らかの判断が示されるものと考えられます。いかなる評価が行われるかにつきましては、この具体的な対応によりますので、一概に今申し上げることは難しいということでございます。渡辺修君。非常にその教科書的なですねことは我々も私も政権時代に何度となく読んだわけであります。でこの周辺自体のですね、平成11年4月26日に政府見解で周辺自体の概念についてということが政府見解として述べられております。で我が国の国益を確保する観点から主体的に判断するものである、趣旨の観点から事態の対応規模などを総合的に勘案して判断されるということでございまして、つまりもちろん国連安保理のですね、緊急の参集等があるのはもう承知しておりますけれども、ただ今我が国としてこの北朝鮮の事態を、この一連の今の動きを見てですね、何らかの考え方の整理というのは現状していますか。この場合は周辺事態に当たる、あるいはそのための手続きをスムースにしなければいけないためのですね、もうすでに今回のことを受けてですね、私先ほど想定外のことを想定しておかなければいけないと申し上げましたけど、その点について今政府内で何か検討されてますでしょうか。安倍内閣総理大臣。こうした想定についてはですね、渡辺副大臣時代からさまざまな研究がなされてきたというふうに承知をしておりますが、
まあ、今回の事態についてはですね、まあ、今までと、まあ、北朝鮮の言動が確かに、違って、相当エスカレートしているという状況であります。また、ミサイルの発射につきましても今までは人工衛星というふうに言ってきて、そして、指定海域もですね、航行制限区域を指定して、ある程度の日時も指定をしてきましたが、まあ、今回は人工衛星ということではなくて激しい言動の中でですね、いきなりミサイルを発射をするという状況であります。まあ、かてて加えてですね、この、まあ、ミサイル発射をしてそのミサイルが、どこにどう着弾するかということとともにですね、まあ、ムスタンという射程の長いものとノドンいろいろありますが、これが、まあ、うまくいかなくて失敗して落ちるということもあります。まあ、しかし失敗して落ちる場合はであってもこれは相当の被害が、燃料が飛散することから、まあ、相当の被害が出る可能性もあってですね、まあ、それぞれどういう事態に、当てはまっていくか、その事態においてはどう対応していくかということについてはですね、政府として万全を期するためにすで、にですね、さまざまな検討を行っております。渡辺秀君。これはですね、いろんな対応があって武力攻撃事態というのがあります。これはもう直接有事で日本有事で、武力攻撃事態のですね、その事前の状況についてですね、やっぱり準備をして予測事態というのがございますね。武力攻撃事態、武力攻撃予測事態で、そして周辺事態、こういう言葉は多分安全保障用語には今まだないと思うんですが、周辺事態の予測事態というかですね、その周辺事態ではないけどその予測事態ということを一つの考え方としてですね、検討しておくべきだと思うんですね。ことが急転直下で急に状況変わったときにですね、その安保理の決定あるいは手続き等を待っているのではなくて、もうすでに関係国アメリカも含めて当然アメリカの判断もこれはガイドラインをですね、どう円滑に進めるかによっては必要だと思いますから、私は周辺事態の予測事態ということも考えておく状況だと思いますけれども、ご認識はいかがですか。安倍内閣総理大臣。まあ、まさにですね今渡辺委員の問題意識を持ってですね、今回の事案に対して政府内において、まあ、官邸においてですね、検討を進めてまいりました。まあ、武力攻撃事態、そしてその恐れのある事態と、そしてその前の、まあ、緊急の事態ですか。しかしその間、これは法的にですね、あらかじめ予測するものとは道理にはこれは相手があることでございますので、その通りにはなかなか動かないという状況もあり得るわけでございますので、その間のですね、その事態事態というこの定義にスポッとはまりにくい事態もありますので、その時にどう対処するかということについてもすでにですね、議論を行ってどう対応していこうかということについて詰めているわけでございまして、今のご指摘もございますので、今後ですね、それをどういう区分をしていくかということについても、それは考え、また研究をしていく必要があるだろうと、このように思います。渡辺秀君。ぜひですね、想定外を想定しておいて、直ちに対応できる、体制、万全の体制を取っていただきたいと思います。で、これ一つ、例示なんですけれどもね、アメリカは北朝鮮がもし攻撃をしてくれたら迎撃をするということをすでに言っております。で、言われているムスダンであるならば射程が2500から4000キロですから、本土やハワイには届かないと。しかしグアムには到達をするだけの能力を有しているとされています。だとするならば、例えばグアムに対する攻撃をですね、迎撃するために、防ぐためにですね、万が一日本の領土内にある米軍基地から迎撃のミサイルを撃った場合、例えば横須賀にあるですね、シャイローというイージス艦からミサイルを発射したと、あるいは日本の領海内から発射をした場合には、これはアメリカの自衛迎撃ですね、自衛行為でありますけれども、この自衛行為ということは日本の領海領土内で行うことはあり得ると想定をしてますか。小野寺防衛大臣。具体的な事例について、お答えすることは差し控えさせていただきますが、あらゆる事態に関して私どもとしては検討をさせていただいております。渡辺秀君。それは日本の領土領海内からアメリカの自衛のためにアメリカ軍が米軍がですね、自衛措置を取るということはあり得ると、そういうこともあることは、これはアメリカの主権による行動だということで判断してよろしいですか。野寺防衛大臣。
具体的な事例についてはここでは差し控えさせていただきますが、それぞれの事例についてその度においてしっかりと判断をさせていただきたいと思います。渡辺俊君、そのですね、攻撃の能力の話であるとかそういうことを聞いてるんじゃないですか。それは法的に問題ない。つまり主権が2つあるわけですよ。日本のいう主権と米軍施設というですね、一つのアメリカの管理側にある、施政下にある、その米軍の施設があると。ここから米軍の自衛、アメリカのグアム島防衛のためにミサイルを発射すると、これは法的には問題あるかないかと、これどういうふうに整理されてますか。小野寺防衛大臣。繰り返しになりますが、具体的な例については差し控えさせていただきたいと思います。渡辺俊君、いいですか。私は、ね、この後の質問にも関係するんですけれども、日本の今4類型の中の一つ、アメリカに向かっている弾道ミサイルを日本が同盟国防衛のために撃つことは集団的自衛権に抵触をするのではないかと4類型の一つとして検討してきまいりました。日本のミサイルがアメリカに向かう北朝鮮の無数弾を迎撃することは、撃ち落とすことはできないんだけれども、日本の国内にある米軍施設からアメリカがですね、自らの自衛措置のためにやることについては、それは可能かどうかということについて伺っているんですが、それは具体的に私聞いているんですね。いや、問題ないなら問題とないと言っていただいて、問題があるならば、その出てきましたね、はい、どうぞお答えいただければ。小野寺防衛大臣。その行動については問題がないということですが、実際今アメリカが持っている BMD システム、SM3 ブロックに関しては、日本と同じ内容ですので、今日本が例えばグアムを射程とするようなミサイルが飛んだ場合、その迎撃システムは日本でも対応できないと同時に、日本の域内にある米艦船も同じ対応になるんだと思っております。渡辺俊君。私は迎撃ミサイルの能力をですね、ここで聞くつもりもなかったんですけれども、じゃあ例えばですね、その SM3 じゃなくて、例えばそのサードというミサイルが、配備をされると。日本でも石破幹事長は配備を検討すべきじゃないかというふうに、これいいですか。私は言ってるのは、一つの法理的な問題として可能かどうかなんですけれども、まさにじゃあ迎撃できる能力を持っているとすると。となると、アメリカが日本の領土、領海内からグアムに飛んでくる北朝鮮のミサイルを迎撃することになる。その場合に日本に協力を求められた場合ですね、我々は自衛のためのその措置を取る可能性があると。ついては日本に協力をしてもらいたいと。となった場合は、どんな協力ができて、どんな協力ができないかということは整理をされますでしょうか。整理されてますでしょうか。安倍内閣総理大臣。すでに、防衛大臣がお答えをしておりますが、これは、渡辺委員ご承知のようにですね、今段階では、いわばグアムに飛んでいくミサイルをですね、我が国の国内の施設を使ってですね、それを迎撃をするという能力もございませんし、それは全く現在では想定をしていない。基本的には、海上のですね、我が国の領域外の海上からですね、SM3 で迎撃をすると、そしてグアムにある PAC-3 でさらに第2弾を打っていくという、そういう構えになっているんだろうと思います。そこでですね、そこで、では今のご質問の中でですね、まさに、彼らが発射するミサイル、ムスダンはグアムまで射程に入れています。ノドンはいわば日本を射程に入れているわけでございますが、この、ムスダンは射程が長いですから、その撃ち方によってはですね、近い距離を、攻撃をすることも、できるわけで、ございますが、そこでですね、いわば今のこの、迎撃体制としては、米側もイージス艦を配備をしております。そして日本側もイージス艦を配備をしております。そして、早期警戒衛星はアメリカの早期警戒衛星から、日本およびまたアメリカのイージス艦に、連絡が行くわけでございますが、イージス機能はですね、お互いに、これは、連結できるわけでございまして、その連結の中で、日本のですね、ミサイル防衛は、機能しているという状況があるわけでございまして、そこでですね、そこで果たしてですね、
グアムに飛んでいくミサイルについては基本的にそもそも米側がですね、それに対応して配備をしておりますから、それはまあ米側がもっぱら米側が対応していくということになるんだろうと思います。まあ、しかし一方ですね、この我々がこの事実上一体、日本側と米国が協力し合ってこの北朝鮮のミサイル発射に対応しようとしている中においてですね、一切我々がですね、アメリカがこのグアムを守るために配備をしている例えばイージス艦に対する攻撃ですね、攻撃が起こったときに我々がそれを阻止する立場にあったとしてですね、それを阻止をしなくて果たして日米同盟が維持できるか、例えばこれ極めて難しいと言わざるを得ません。その近傍にいる日本のイージス艦および日本の艦船しかそれを対処できないということになったときにですね、そこに配備されているイージス艦もですね、実際日本の本土を守るための機能を一億になっているんですから、それをパスしてですね、いいのか。しかもそれパスした結果ですね、飛んでいったミサイルがグアムに落ちて、邦人もそこで多数死傷する可能性があるんですよ。それを果たして日本が能力を持っているのにパスしていいのかどうかという問題ですね。そこで我々は安保法制法においてそのことについて今までの解釈に余地があるかどうかということを検討していくべきだと、このように思っているわけでございます。渡辺翔君。私もですね、もう集団的自衛権が全面的に、これは行使できないというのではなくて、例えばこのような日本の周辺事態においてですね、日米共通の今脅威となっている北朝鮮から守るために米軍の行動に対して、まあこれを地球の裏側までですね、アメリカは米軍の自動参戦装置として、地球の裏側までですね、アメリカの自衛のためのについて、共同行動するということは、これはできないだろうと思いますけれども、しかし、やっぱり日本の周辺事態において、米軍と共通のオペレーションを行う場合にはですね、それもできないんだということは、いかがなものかということについては、申し上げておきたいと思うんです。で、もう一つ、これ、家庭の問題ですけど、もし万が一、将来ですね、日本上空で迎撃をするということになった場合、その場合にですね、先ほど申し上げたような猛毒性の強い例えばヒドラジンというのが散布されることがあり得る、降ってくることがあり得る、例えばこういうことが起きた場合にですね、国民保護法というのは発動できるんでしょうか。部隊、これはですね、武力攻撃事態等の等に当たるのかどうか、このことについて、つまり日本の頭の上で、アメリカの自衛のための迎撃が行われる、その場合、対応可能かどうかと、想定確認したいと思います。安倍内閣総理大臣。このミサイルの燃料はヒドラジンという、猛毒性の燃料で、あります。かつ、例えば、ムスランを発射してですね、それが、いわば、うまくいかなくてですね、事故によって日本に、着弾した場合はですね、大量のこれは燃料が残っている危険性があるわけで、ございまして、このようなケースにおいてはですね、直ちに国民、地方公共団体等に対して必要な情報提供を行うとともに、関連機関が連携して速やかに現地の状況を確認して、立ち入り禁止区域の設定など、必要な措置を行うこととしております。発生直後はですね、警察官職務執行法第4条や消防法の第23条など、個別法、または災害対策基本法に基づいて行うことになります。そして、そこで国民保護法制、国民保護法は発動しないかとのご質問でございますが、当該事態がですね、国民保護法や適用される緊急対象事態等に当たるか否かについてはですね、現段階で言及することは差し控えたいと思いますが、そうした事態の認定をですね、行う必要があるということでございます。渡辺翔君。検討する必要があるということですけれども、これはもしかしてですね、もしかしてと言いますか、間違いなく私たちが今までずっと日本のいろいろ安全保障の
さまざまな経験をしてきた中で、今回のことというのはひょっとしたら今まで想定していなかったことも想定をしなければいけない、一つの私は安全保障政策の転換期の中に今ちょうどいるんではないかなと、まあそんな思いでございます。しかもこの終わりが見えない中で、北朝鮮の度重なる挑発、昨日一昨日あたりは少し何か沈静化してきたのではないかという識者の観測もありましたけれども、しかし、まあ今朝の報道を見てますとですね、このいわゆる生誕記念日が終わって今度は何か韓国に対して報復開始を宣言したなんていうことがありました。非常にこの終わりが見えないわけでございます。もちろんこれは自制を求めるための国際努力をぜひしっかりと続けていただく、いただきたいわけでありますけれども、やはり安全保障の問題というのは想定外を想定しておいて、あらゆることをですね、整理しておかなければいけない、そしてスムーズに対応できるようにしておかなければいけないと、いうことでありますので、早急に検討していただきたいと思います。もう時間もなくなりましたので、いくつか用意していた、質問ができなくなりますが、一つ今日は拉致問題担当大臣の見えでございます。それ北朝鮮が崩壊した場合、北朝鮮がですね、石破さんは先日報道、新報道2001というところで今回は実験とも言ってない、防衛出動と言っている、その場合はですね、日本有事なんだろうということに、おっしゃって、合わせてその場合には北朝鮮そのものがなくなるんだと、言っておりまして、もし万が一の場合、無政府状態になった場合ですね、主権がなくなった、カオス状態、無政府状態になった場合に、この今北朝鮮にいる拉致被害者、そして連れ去られた人たち、もしかしたら我々の知らない特定失踪者の方々もたくさんそこにいらっしゃるわけであります。その場合ですね、日本が救出の特措法を作って私たちは検討しています。そして救出特措法、北朝鮮崩壊時の緊急事態において、救出をする特措法を作っておりますけれども、作ろうと検討着手しますけれども、何がネックで何が今法律救出に行くにあたってですね、課題となっているか、まあ、その点は整理されてますでしょうか。古谷拉致問題担当大臣。もう時間ない。いざ朝鮮半島有事の際に法人を出て保護する、それは特措法を作るべきではないか。実はもう委員もご出席をされました、拉致対策本部の中に与野党の連絡協議会がございますね。その時にも具体的な話が出てきました。もう委員もうご承知の通りですね。それでやはり私としてはその座長としてですね、ぜひ各政党でやっぱりこの議論真剣に向き合っていただきたいと思います。それでなぜこういった与野党の連絡協議会を作ったかというと、具体的にこういった問題をですね、党派の壁を越えて大いに議論していただきたいからでありまして、実は自由民主党はすでに、昨年にですね、自衛隊法の改正、具体的に84条の3項の改正の、試案を出して、まあ、結果的に解散になりましたけれども、解散になりましたので廃案にはなりましたけれども、ぜひそういったことをですね、御党とも、あるいは他のこの拉致問題対策協議会に参加されている他の政党の皆さんとも連携をしてですね、その可能性について大いに議論をしていただきたい。私ぜひこれ、改めて渡辺委員にお願いをしたいと思います。以上。渡辺秀君。いや、ということは政府提出法案として出されることはないんでしょうか。それが一点ですね。そして主権のある他国に対してですね、これはなかなか日本の自衛隊が救出に行くというのは、これ相手国の受け入れ同意が必要だという話もなりますが、もし主権がなくなった国家ですね、つまり無政府状態になった場合に、しかしそこには助けを待っている、日本を信じて待っている、その拉致被害者がいるわけですね。この人たちに対して日本国として行くにあたってですね、法律を作ったら行けるのか、それとも行かれないのか、政府として検討されたことはありますでしょう。そのクリアすべき課題というものがあったら、ぜひこの場でご指摘いただきたいと。そしてその上で政府としてなかなか出すのが難しいのであれば、議員立法として出すことも考えられるわけでありますが、重ねてご見解を伺いたいと思います。古谷拉致問題担当大臣。ですから私が先ほど申し上げたように、ぜひこれは
議員立法としてね、各政党で真摯な議論してくださいよ、ぜひお願いをしたいというふうに思います。やはり、今朝鮮半島がああいった緊迫した情勢ですから、非常に時間との勝負であるということもあるんですね。ぜひそういう意味では、しっかり速やかな政党間の議論をしていただきたい、改めてお願いしております。田中君、あまり議論をしている時間はありません。もう時間は差し迫っていると思いますので、そこはですね、与野党を超えて、やはり、日本国の国益のためにできることはやっていきたいと、そのために協力を惜しまないと、最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。はい。